こんばんは。こんばんは。こんばんは。山ちゃんのなんか向きが間違ってましたか？そうだね。山くんも髪切ったんだ。だいぶ切った。かわいいな、山ちゃん。やばいっす。キノコみたいになってますね。うん。セットしないとやばいね。めっちゃいじられてる、みんなに。体いかついのに。かわいいと見えた。20時になったら本編に行こうと思います。それまではちょっとこう雑談というか。いやー。ラフに。いらっしゃいませ。ようこそ自祖へ。四天王とか言うな。やりづらくすんな、いちいち。いやでもなんか、改めて自祖っていいなっていうこのメンツを見ると、そうですね、なんかこういうのについてね、題材決めてあんまり喋る機会とかもね、そんなないですもんね、離れちゃったりすると。うん、だしなんか別に否定ではないけど、あんまりそういう人いないっていうか、こう堅苦しいことを喋れる人チーム内に多いかって言われたら絶対少数派なので、うん、ありがたいですね。しかも松本山雅吉から、そしてモンテリオ山形から初のご来店、ね、ご来店お邪魔します。ユートとはね、水戸時代に一緒にプレイしてるので、あ、まあいろいろ話しましたね、本当。1年だけ、1年だけなんです。そうだっけ、いろんな話したっけ。なんかお風呂、試合2日前に絶対行ってたじゃないですか。はい。行ってた。あの時、こういろいろ、まあ話ってよりかは一緒に車の中でカラオケしてた感じ。中健康センターね。そうそう。うん。ケン君がね、モノマネ上手くて、感心してました、僕。モノマネしてねえよ、別に。してたっけ。モノマネしてたっけ。アツシのモネとかしてたじゃん。してたね。アツシが歌ったらこうみたいな。ちょっと似てんだよな。ちょっと似てんの。え、いいよ、もうそれ引っ張る。めちゃ気になるじゃないですか、それ。山ちゃんとはね、うちの今、石井秀典選手経由で。はい、チャンさん経由で。チャンさん経由で。まだ2回ぐらいしかお会いしてないですね。そうね。え、それで兄貴って言ってんすか。そうだよ。兄貴って勝手に呼ばせていただいてるから。ふざけてるでしょ。もういじられてん、2回ぐらいしか会ってない。いや、尊敬します。いや。やめろやめろ。この前、井筒と山田岩尾で3人で、ズームをした時も、うん、こう面白い話というか、もうあれなんか本当配信した方がいいんじゃないかな、みの内容。そんなでした。井筒、震えるっていう、痺れるっていう回。ええー。うん。天皇が痺れた。ケン君、俺、ボルティスか山形だったら山形行きますわって井筒に言ってましたね。言ってたね。切られた。めちゃくちゃ心に響くこと言っちゃった。ああ、全所属切られたっていう。力不足だ。そんな3人が交わって、今日は何支部でもなく、実はこういうのもあるという新しい形を。やることは一緒ですけどね。そうですね。3人なんでね、またそれも新しいなっていう感じです。確かに。だいたい4人ですよね。多分3人でやったことないかもしれない。1回もないですか？ 1 回もないと思う。あ、昨日そうでしたっけ？前回、土曜日かな、ゴヤと井筒の、また違った人が。ちょっと違うやつ。あれも面白かった。というわけで、20時になったので、本編の方に行きたいと思います。今日のテーマは、感情と事実ということで、鈴木優斗選手にノートも書いてもらって非常に面白かったし、これはでもなんか優斗と話しててもノートを読んでもすごいこう自分の身の回りで起きてるっていうか、誰しもが当てはまるというか、絶対ここに避けて通れない、これを避けて通ってる人はもはや人じゃないっていうことになるんで面白いなっていうか、
まあ、たまにいません、この人人じゃないのかなっていうぐらい感情を押し殺してる。いるいる。それはそれすごいけど。あなたに圭介選手ね。まあでも本当、いろんなタイプの選手もいるので、ここに関して議論するのは面白そうだなと思ってますが、どうですか、優斗。このテーマに至った理由を。そうですね、先日、まあ本当ある方、本当にこの感情と事実っていうお題について話す機会があって、まあその感情と事実を切り離せて生きていってるかみたいな、そんな話だったんですけども、うん。で、まあ、自分の、まあじゃあプレーに、当てはめてちょっと考えてみたときに、具体的な例出させていただきますと、うん、まあ、単純に自分がミスをしたとき、うん、パスだったりミスで、まあ、ドリブルして取られちゃったときとか、まあ、どうしてもなんか自分に対して、まあ悔しいのか呆れなのか、まあ、感情が自分の中にやっぱり降ってきて、でそのときにやっぱり本来ボール取られたなら取り返しに行くっていう作業が、まあ、正解なのかは分からないですけども、戦術とかもあるんで。で、取りに行かないといけないのに、なんかその感情があるがゆえに、一歩遅れてしまうっていうか、うん。なんか、なんだろう、まあ、切り替えって俗に言われてると思うんですけども、まあそういうものがその、やっぱり自分プレイしててもすごい、あ、一歩遅れてるとか、あ、こういう感情のせいで、っていうふうに結構最近も練習しながらかなり思ってて、まあそういうことに対してちょっとみんなで議論してみたいなと思ったんで、まあ、この題材を出させていただきました。なるほどです。いやー、これでもなんかこう自己解決どっかでするじゃん。なんかどっか落としどころ自分で見つけて、あ、これだと思ってやるけど、ふと気がつくとまた同じことになってたりしない？あ、なんか分かってんだけど、分かってんだけど、感情のところでこう、自分がチョイスしたくない方を知らぬ間にチョイスしててみたいな時あるよね。そういう時めっちゃ疲れる、疲れるというか、試合してても練習してても、なんかきつーみたいな、なりやすい、陥りやすいなっていうのは、最近僕もありました。山ちゃんはどうですか、プロキャリア。いやでも僕も特に若い時とかは、うん、まあ、そういうところですごい、まあ、苦労したというか、やっぱあったですね。ゆうとみたいにその自分のミスした後だったり、うまくいかない後にそれでもまあやらなきゃいけないって分かっていてもなかなか切り替えられないとかはすごいあったし、うん、そこを直すまでにはだいぶ時間もかかりましたし、うん、でももうなんか最近はもうミスはつきものだし、まあ、このミスした後の切り替えとかに関して今言うと、まあ、もうサッカーはつきものだし、ミスは、もうある程度もう割り切って、まずミスした自分が大事に切り替えて自分で、ね、ボール取り返そうってすることをもう無意識にやれるぐらいまでとにかくやり続けて、うん、だいぶ染みついてきたかなとは感じますけど、まあ、なんか他にもいろいろあるじゃないですかね。まあ、ミスだけじゃなくてというか、うん、すごい感情を表に出す選手だったり、うん、ね、喜びを爆発する選手も、まあ、優斗もなんかノートに書いてたけど、そういういろんな選手がいるっていうふうに書いてて、うん、まあ、でもなんかそういういろんな選手がいるからまあ面白いし、うん、なんかチームの中でそのバランスが良ければなんかいいかなって思ってて、うん、ユートと 1年2年かプレーしたのは2年ですね。2年か、はい、時も、まあ、ユートに関してというか言ったらすごい若くて、ただ負けん気強くて、まあ、いろんな感情を
結構出すタイプの選手だったけど。でもなんかそうやってると、そうやってる時って言うとすごい調子が良かったりとか、チームにとってはそれがプラスに働くことも多かったんで、みんながみんなそういうプレイヤーだとまとまりは生まれないかもしれないけど、なんかそういう選手がいて、じゃあベテランだったり上の選手がうまくそこをコントロールできたりとか、そのバランスがあればすごいそれぞれなんかチームとしては面白いんじゃないかなというか、いいんじゃないかなと思いますけどね。いろんな、ちなみに山ちゃんどっちなの、感情で言うと、まあ、なんか起きた時にどっちかっていうとそんなに出す方ではないと思います、自分では。おとなしい方。これはし、これ出すときって、うん、なんか出す何のとき、そうですね、いいとき、いいときも出すっけ、言うとって、例えば、まあ、ゴール取った後とか、うん、とか勝った後とか、うん、出す、言うと出すんじゃない。俺は本当いい意味でも悪い意味でもめちゃめちゃ出しちゃった。出るよね。顔にも出てて、うん、いやだからもう俺の場合もう本当にかなりその自分のミスだけじゃなくて、なんだろう、もう味方に言われた内容が納得いかなかったりだとか、もう本当、まあちょっと言い方悪いですけど、しょうもないミスを、ここでミスするかみたいなことが起こってしまった時とかに、なんか結構、その、現象違うんですけど、そういうものに対して結構感情がボーンってわかりやすいよね。それを自分で何だろう、押し殺すっていうか、うん、押し殺して自分のやるべきことに向かえてる時もあるんですけども、うん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 、それって何なんだろうね。なんか、うん、それこそファウンダーの伊豆先生に俺言われたことがあって、なんか期待っていう言葉を使っていて、期待って結局なんか見返りを求めてるみたいな、だから期待してるから見返り求めてるけど、その見返りが自分の思ったように返ってこなかったからイライラしたり、まあ、感情がこう抑えられない瞬間が出てきちゃうけど、そもそもいい意味で期待しすぎずに自分のできることにだけやれてれば、なんかそれはなんかこう感じない、ストレスに感じない、だって見返り求めてないからもうそういうもんだっていう風に捉えられる、うん、だとすると、なんかそのもし周りの選手に対して言うとか、こうなんかこうなんだよみたいな思ってるってことは、その選手期待されてるなって思う俺は。どう、なるほど、うん、みんなに期待してますね。そしたら、そうだからお前めちゃくちゃ期待してるみんなに。でも見返りが欲しいからってことですよね。そうじゃない、多分それがサッカーでいう勝ちとか、まあそのボールを止められるだろうお前ならっていう期待。でもそれを聞いちゃうとやっぱり、なんだろう、まあ、チームとしてうまく機能させたいっていう気持ちはあるんですけども、やっぱり個人としてもいいプレーしたいって気持ちが強くて、うん、でそうなるとやっぱり周りに期待しないといけない部分ってかなり多くなるじゃないですか、うん、もちろん自分一人だけでなんか5人ぐらい交わして決めれるんだったら話別ですけど、俺そういう選手、うん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 、やっぱ周りに要求することってすごい大事だなって思ってて、そのやっぱ感情的な部分抜きにして、やっぱり事実としてプレーの内容 で、うんうん、で本当に最近はそのサッカーに、サッカーの戦術のことで声掛けをするっていうことをすごい意識してて、うん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 、まあ、なんかその感情的なものは一切抜きにして、うん、なるほどね、っていうところに目を向けたら、だいぶなんか落ち着き出したなって感じはあるんですけど。ああ。なるほど。いやー、でも、僕もなんか、俺も結構、期待してたんだろうなっていう節があって、うん、なんかその、できないことをイメージしてないから、基本的に。できると思ってて、イメージしてて、要求もしてるから、うん、なんかそれができないときに、なんか人間性みたいなところに目を向け始め、なんか荒探しみたいな減点法になり、挙句そんなんだからそんなミスが出るんだみたいな、
なんかこう自分よがりなもづけをしてたことがあったけど、うん、まあでもなんかその人ありますよね、でも、うん、でもそいつにとってはなんかこう別にこう不真面目な、なんだろうな、まあそのも物事によってはいやそれは絶対ダメだっていうことももちろんあるんだけど、でもなんか別に一生懸命やってないわけじゃなくて、なんか向こうも主張したいこととか思ってることがあるだろうなっていうのはいつも置くようにしてる。なんか一方通行になっちゃうと伝わるものも伝わらないし、いやお前の言ってることだけ聞いてられるかっていう、俺は俺の人生を生きてんだってなっちゃったら、まあそれこそ俺も一人でなんかできるタイプじゃないから、まあチームとしてはすごい痛手になるなっていうのもあって、うん、そこのなんか自分の思った感情をそのまま出すか、思ってるけどいやでも向こうも何かあるかもしれない、それが確信に変わらないときはね、結構こう抑え込んでたりするよね、言わずに要求せずに。重なったら言うけどね、うん、うん、いやお前それもう5回目だよみたいな、うん、私超性格悪いと思うけど4回目まで見てるけど言ってないからそこまで貯めてそうそう、いや1回目ならわかるよ、でも俺もう5回目だよ、うん、っていう時はねあったりする、うん、いやなんか難しいなこれは、人が関わってくるもんね、自分の中でさ 100% で消化できるこの内容もう俺次第だみたいな、これはもう感情事実、まあ起きたことに対してもう周り全く関係なく俺の捉え方次第でもう何とでもなるわっていうことあると思う、俺ないと思うんだけど、俺は、うーん、そうですねほぼないような気しますけどねでもなんかその変えられるもの変えられないものみたいなところで言うと、前ちょっと話したことあるけど、何だったっけあの話、あの某先生説、あれですか、あの外界にとらわれてしまってる感情を認めて、そう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 、今やるべきことに向かうっていう、それそれ、まあ、まさにもうそうなんだけどっていうことです外界にとらわれてることを認める、外界にとらわれてしまって自分の感情っていうものが、うん、まああの悪い方向に行った時とかに、うんうんうん、まあ、その感情っていうものを認めて、うん、じゃあ自分が今するべきことっていうことは何だっていう行動に、まあ、移す、まあそのフットボールの中ではその作業って本当に一瞬じゃないと好きって生まれちゃうじゃないですか、うんうん、やっぱ本当に今日練習しててもやっぱりそういうことはありましたし、うん、本当にそこを突き詰めていけたら連続性のある選手になれるのかなとか思って、うん、もう今はその作業をひたすら練習の中で意識してて、うん、そう、某先生が言ったことを分かってるんだけどできない今の自分が、だからそう、外界にとらわれたことを認めるっていう方法と、外界にとらわれてる感情を変える方法、ある方法によって変えられることができれば、うん、とらわれてない状態にすれば、自分がコントロールしてる状態になれば、それは別に外界にとらわれてもいいってことだよね。うん、ちょっとややこしくなっちゃった。それってあれですか、じゃあ例えば、ファール、悪質なファール受けたときに、自分が、そう、自分が悪質なファール受けたときに、うん、まあ俺の場合は、ちょっとやっぱ怒りの感情が出てくる。うん、よく見るね、経験からねちょっと話させていただきます。そういう悪質なファール受けた時って、うん、今はそんなことしないかって言われたらちょっとグレーですけど、うん、めちゃめちゃそいつを削り返しに行こうとか考えちゃう、うん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 、
で、そうしてるとなんか、そいつの方にちょっと寄っちゃってて、相手スポーンって通されてる。食いつきすぎて。わかる。もう何やってんだよ、俺みたいになっちゃうじゃないですか。うん。それは囚われてるわ。っていうのを、じゃあファール受けたときに、うん。まあ、状況にもよりますけど、うん。絶対隙が生まれてるかもしれないじゃないですか、うん、そこ。うん。そのファールはチャンスだっていうちょっとなんていうんだものの捉え方ができたりしたらやっぱりそういうものは生まれないかなっていう、うん、うん、あでもそれは全然変わりそうだけどね、それでそうすることで変わりそう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 でもあるけど、うん、削られてかわいそうなんかその目の前にそのファールとかね、例えば今こうパッて起こったことにもう一瞬でバッて自分がこう感情を感じて一瞬でいい方向にパッてスイッチを変えるっていう作業もちろん大事だと思うんだけど、でもそれってサッカーやってたら90分じゃ試合しててどんぐらいそれ起きるかっつったらその数で言ったらすごいいっぱいない？うーん、かなりありますね。かなりあるじゃん。だとしたらなんか俺はもっとシンプルなこう90分後にどうありたいかみたいなとこだけでいいんじゃないかなって思ったりしちゃう。そこに強烈であれっていう、なんか俺個人的に尊敬してる超キジェさんが、あの試合前かな、ミーティングでなんか無我夢中について説明してたことがあって、うん、無我夢中って我をなくして夢の中にいるって書くんだけど、なんかこう我を忘れでプレイしろみたいな、自分のプレイが一回うまくいって、あ今いいパスだったなとか考えてないで、もうそれは我を忘れてない、我の中にいるっていう、なんか我を忘れて夢中になってサッカーしてこいみたいなことを言ってた時があって、それなんかすごい俺の中では印象深くて、今のユートで言うと全然こう我の中にはいないなって思いながら聞いてた。めちゃくちゃ割れてるなっていう。割れてる。いや、それはいい悪いじゃないよ、もちろん。うん。うん、いや、でも本当に、割れていますよね。ただやっぱりその自分の中で試合前とか結構、なんか言葉を整理してスッキリさせることってあるんですけども。うんうん。もう夢中になってやるみたいな、やりたい。うん、結構よく思ってますね、書いてるっていうか。おうおうおう、でそういう時はあるんですよ、僕の中でも、うんうんうん、なんかああでもそれって結局プレーが成功したとかそういうもので結局気分良くなってそうなっちゃってるだけかもしれないです、もしかしたら。あ、いい時ってこと、うん、その時ね、うん、普段からそれがことはまずないです、僕の。山ちゃんはどう？今ちょいちょいいろんな出てきたけど、自分の中のこう消化の仕方というか、まあ今の場合多分議論になってるのは悪い事象の場合だよね、きっとね。そうですね。にどういう感情になってどう？なんかもう逆にこれが合ってるかっていうか、プロサッカー選手としていいとは思ってないんですけど、うん、あんまりなんかもう全く自分に期待してないんで、期待してないというか、もう自分に、うん、はい、まずそもそも自分のことで言ったら、うんうん、なんかもう、ま、昔、石崎さんって監督とサッカーや、うんうん、やってたことあったんですけど、その時によく僕がミスしょっちゅうして、うん、ただその後の切り替えめちゃくちゃ早いんでミス&ゴーってよく言われてたんですけど、なんかまあただなんかもう自分がミスする前提ってわけじゃないけど、ミスは多分もうしちゃいそうとか、これするなって時とかすごいわかるから、なんか真っ先にもう体が本当無意識に反応して切り替えられてる時とかすごいあってそれが本当いいとは思ってないんですよまあサッカー選手としてはね、はい、サッカー選手としてはすごい問題だと思うんですけどいやでもなんかもうだからなんか自分の個人的なこと言ったら消化できちゃってますね、そういうとこに関してはもうしょうがないみたいな、うん、すごいな、なるほどね。
だなんか周りの味方の選手にも対してもだからなんだろうな、もちろん期待はすごいしてるし、ミスはあっちゃいけないっていうか、そのイージーなミスとか少ないに越したことはないんですけど、もうなんかもうミスしてもいいから、とにかくその後まず、まあ、さっきの話じゃないですけど、まず自分で第一に、その、じゃあ感情を表に出してないで、まあ本当に今の健さんの言葉を借りたらというか、まあ無我夢中になって自分でまず取り行けよっていうか、そういうことをやっていればなんか僕は何も言わないっていうか、味方に対しても、それができてないときはすごい、ちょっと強く言ったりするかもしれないです。ミス&ゴーができてないときってこと？ミス&ゴーができてないときは。なるほど。でもなんかそれ、はい、感情、事実、感情、行動っていうこの流れでいくと、うん、感情のもうここすっごい狭いよね、今聞いてたら。そう。ないもんね、ほぼ。ほぼ、はい、ほぼないです。事実、行動だもん、ね。ジジイさん。確かにそうかもしれないです。いやでもそれ究極の形じゃない、それが夢中ってことなんじゃない、でも。ああそうなんですかね。でもそれ意識的にもう、意識でもないか、でもなんか、何なんだろう。そこまで言ってるんですかね。いや、すごい。今のめちゃくちゃ勉強になります。いや、勉強になんないです、これ。ミス&ゴーがいじったらダメだけど。はい、結構そこ、だから自分でも、よくたまに言ったりしてとか味方にいじられてますけど、後輩からも。いやでもそれさ、自分のプレーに期待しないと自分がいいプレーした時ってびっくりするんですか、やっぱり。ちょっと逆にびっくりしたよね。その時ちょっとすかすよね。そこ感情入っちゃってんな。そっち入っちゃった。想定外がそっちにある。そう自分が一番びっくりしてるっていう、うん、あでもなんか嬉しいな、想定外なことが起きると。確かに、なんかさっき俺もいい意味で期待はしてないって言ってたけど、全然期待全くしてないわけじゃなくて、いい意味でしてないだけだから、うん、なんかこうなんだろうな、例えばめっちゃ絶対決めてほしい時とかあるじゃん、もう一瞬で訪れる決定機時とか、あんまり期待しすぎないようにはしてる。あそういう時こそというか、そうそう、まあ、切り替える準備、うん、若干ある。なんかそれはなんか、なんだろうな、いや信じてねえのかよみたいなこと言われちゃったらちょっときついんだけど、はい、でも絶対入るとは限らないし、うん、まあ、入ることもあるし、その時のこう入った時の嬉しさはすごいね。だって俺いい意味で期待してないだけで、うん、期待してないわけじゃないから、うん、期待はしてるけど、なんか違うパーセントの方もウェイトも考えておかなきゃいけないじゃん。そうですね、うん、ベテランだしもう、うん。あんまりそこでうおーってなるとさ、良くないなっていうのもあるから。取ってますね。ん？バランス取れてますね、そういう。そうだね。でもね、若い頃はまあ言われてみれば確かに一喜一憂じゃないけど、ミスとかすごいダメージ食らってた記憶は全然あるけどね。うん。いやー、本当でも。自分今年で27になるんですけども、うん、いやまあ、あの山くんと一緒にやってた時確か22、3ぐらいだった。23じゃない、もうあの時なんて、うん、今と比べたらそれこそめちゃめちゃ吠えまくってましたけど。いやなんかこうしてちょっとバランス取るようになってくるんだなっていうのを実感してますね、日々。ユートがなんかこの議題出してきた、来て一回喋ったじゃないですか、こう3人で。うんうんうん、まあでもなんか その時にすごいなんかもう、それだけでなんかユート大人になったなと思いましたけどね。言っときながらあんまりできない、できてないパターンみたいになっちゃってますからね。実は。でも変わったんじゃないの、でもどうなんだ。いや、まあ少なからず。ちょっとね。うん。それだ、自分だけじゃなくてさ、周りの選手に対してもなんかそういうのを見るようになってきてるでしょ、だって。うん、もうかなり周り見るようになりましたね。ね、うん。そこで感情が動かされることもあるわけでしょ、その周りが見えてるがゆえに、そう。事実がと何か起きたときに。うん。自分の感情が。最近本当、いろんなことを、
今はその感情と事実っていうものについて話してますけど、うん、なんかいろんなものに疑問を持つようになっちゃって、うんうんうん、そういうのを考え出すと、うん、ですごい矢印が外に向いちゃってて、うん、なんか自分見失ってた感があってすごい、うん、でそういう時に結構やっぱりプレイ中周りにとらわれちゃって、うんうん、なんかすごい疲れちゃってて、それをとらわれで結局今自分にもう一回矢印戻す作業っていうかを今してて、すごいなんかバランスって難しいなと思って、でも人に矢印向けるっていうか、周りもちゃんと見えてないとサッカーって成立しないじゃないですか、自分の中だけで成立しないじゃないですか。だからその自分にも矢印向けるんですけども、周りも見ないといけないから、なんかすごい難しいなと思って日々練習してます。もうユートはそういうフェーズに来たっていう、そうですね、うん、いいことじゃないですか。そうね、うん、まあそのまま行く人もいるだろうし、でも多分ユートもある程度こう、まあ、真面目じゃないわけ、真面目とか真面目じゃないとかそういう話じゃないと思うけど、なんかこういう壁にぶつかった時にそれをこうなんとか消化したいみたいなことを思えてる時点で、うん、大人になったというか、まあ、そういう時期にあの順調に育ってるんじゃないでしょうか。そう思います。ね、なんかそう思って聞いてました。いやありがとうございます。周りが見えるようになるっていうのはでも本当いいことだと思うよ。うん、避けて通れないので絶対、うん、そこに関しては、まあ、それをどういうふうに話して、もうちょっと、え、もうちょっと話していいですか。あ、どうぞ。全然なんか一時本当に自分に矢印向け、もう本当自分にしか矢印向けないでサッカーやってた時あったんですよ。うんうん。なんかちょっと話変わっちゃうかもしれないんですけど、なんか自分のミスとかも、やっぱりそれは自分のミスなんですけども、周りのミスとかもなんか自分のミスなんじゃないかって感じるようになっちゃって一時期。ああああああ、自分に矢印向けすぎちゃって。ああ、そんなわけないじゃん。そうなんですよ。うん、だから。すごいなんか周りの言葉とかを全部吸収したり、うんうん、で自分っていうものがなくなっちゃってた時期があって一時期、うんうんうん、まあ、ただそれだけなんですけど。いや膨らませられない。さっきの話にこれを言っとけばよかったんだな。反省反省。いやでも、うん、わかるよ。でもなんかそういうそこでまたその尖ったというかさ、そっちの方にベクトル向けて一回やってみて、自分が何者か分かんなくなっちゃったっていう行き過ぎた面と、一歩引いて周りを見る面とっていうところが、まあ、バランスを取る上では、イチローさんもおっしゃってましたが、やりすぎてみないとバランスなんて取れないっていう、最初からバランスとか言ってるやつはなんかバカだみたいな、そんなもん取れるわけないみたいな話をしてたけど、まさにバランスを取るというのはやりすぎてみることとやらないでみることのちょうど間なんで、うん、本当に両方です、うん、ちょうどだから真ん中ら辺に立ってて、うん、ん？なんだここはってなってる感じじゃない、言うとんだからこの立ち位置何みたいな今そうそう今今ふわふわしてます、だから僕こっち行ったりあっち行ったりしてるんで。いやそれが、はい、それがまた、うん、ここをこうやって動いてる、うんうんうん、その最後の細かいところが調整されていくんだと思う、これから自分のやり方というか一番腑に落ちるところでのかなっていう感じがしてます、うん、というわけでなんか質問も来てるので、はい、言っていいですか、はい、質問、はい、テーマから少しずれるかもしれませんが、試合中審判の判定になんでと不満に思うことがあったりとか、
相手の少し激しいプレーにイライラすることとかあると思うんですけど、そういった時うまく感情をコントロールできるんですか？審判問題。できてませんでしただね。ヤワちゃんどうこの辺審判とか。いや僕もどっちかというと意外あのあれですね、試合中審判の方に対しては結構強くいっちゃうときあるかもしれないです。納得いかないと。ああ。ただなんかそれが、なんだろうな。まあ今自分のそのキャプテンっていう立場で、があって、なんか意図的にって言ったらちょっとおかしいかもしれないですけど、うんうん、まあ自分が行かなきゃ、行った方がいいときとかもあるじゃないですか。うんうんうん、とかそのちょっと、なんだろうな。ちょっと強めに、まあ、審判の方にはちょっと申し訳ないかもしれないですけど、そういうことがあった時に、まあ、ちょっと強めに言ってというかパフォーマンス要素、はい、っていう時もありますよね。自分の中ではそんなめちゃくちゃ本当にそう思って言ってない時もあって、ただなんかそういう風に見せてチームがなんだろうな、まあ、高まるってことはないかもしれないですけど、ちょっとピリッとする時があったりもするじゃないですか、うん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 、なんかそういうのもあるから結構いっちゃう方かもしれないです僕。ああでも俺それパフォーマンスでもあんまできないな、ダメなとこだな俺の。なんか納得できない時に会話はする、今後自分たちにちゃんと理が来るように、はい、っていう会話はするけど、間違ってたらね、審判が明らかに、はい、でもなんかそれなんかおりゃーみたいなことはあんまできないんだよな、うん、まあ、おりゃー、そうです。周りにはいるけど、周りにいるからいいかなと思ってるのかもしれない、はいはいはい、ちょっとわかんないけど。そうですね。いやでも絶対普通に話してた方がいいと思うし、うんうん、いやでもチームのその指揮的なところで言ったら絶対おりゃーの方がいいじゃん。おりゃー論。一番最初そうなんですね、ってことだよね。え？一番最初山くんが話してたことで、うん、そのチームの中でそういう人が、あそうね、 いたらね、いるからね、うん、そうね確かにバランスかもしれない、うん、先にそう言ってる選手味方がいたらまあなんか落ち着けよって言うかもしれないし。そっちに回ることもあるの？あ、あるよ、そっちの時もあります。あるんだ。でも結構言っちゃうな俺も。でもなんかやっぱ笑顔でって言ったらあれかもしれないですけど、そうやって普通に話してる方が結局自分たちにはいい方に返ってきそうな気もするんですけどね。うん。うん。まあに、相手も人間というか審判も人間だから。はい。そうなんですよね。いやでもなんか本当たまにえげつないこと言ってる選手とかもいたりするから、うん、これ逆効果なんじゃないかなとか、うん、敵ながら思ってたりはするけど。うん。わかんないな、これに関しては本当に何が正しいのかは。そうですね。でもめちゃめちゃ言ってて、なんか帳尻合わせじゃないですけど、いい方に勝ったこともありません？あるあるある。うん、ある。プレッシャー負け、プレッシャー負け。取っちゃったでしょみたいな。そうね。もう一個来てるんで、もう一個言っていいですか？はい。試合に負けた日、まあ、試合の重要度にももちろんよると思うんですけど、気持ちはすぐ切り替えられますか？例えば昨シーズン、まあ、僕と山ちゃんはプレーオフというかなり重要な試合でお互い敗退しましたが、どんなふうに気持ちを切り替えましたか？時間が解決するものですか？という質問です。いや難しい。そうですね。あの試合に関してはというか、まあどんな気持ちでしたか？どんな気持ちでしたか？僕が聞くのもなんだけど、どんな気持ちでした？いや、でもここでしか話せないかなっていうのもあるので。いや、もう本当に何て言ったらいいかわからないですけど、結構もうあの時自分たちはイケイケだったんで、うん、まあ、この勢いでいけるかなっていう雰囲気もあったし、うんうん、ただその中でやっぱ、結果はなって、やっぱ純粋に悔しかったですけど、うん、結構帰り、あの日大阪までかな、大阪までバスで帰ったんですよね、うんうんうん、
その道中でなんかもう言い聞かせるように自分にもうこれが自分たちの、まあ、本当にそう感じたんですけど、試合終わって結構すぐ、うん、やっぱまだ力不足だったなっていう感じは試合しててあったので、うんうん、あ、試合しててあったんだ。試合しててなんか個人的にはすごいあって、なんか、うん、やっぱこれもしあの一発勝負で徳島に勝てて、うん、その次湘南ですよね、うん、湘南に勝ってもし上がれたとしても、うん、うーん、また1年でどうなったか、残れたか、 J1 残れたかっつったら際どいなっていう、うん、でも少し感じてた、感じてはいたので、ここまで考えた、なんかその道中である程度すっきりというか、あれですね、もうこれは仕方ないなっていうふうに思ってました、これ自訴でこの話が出るとは本当言い聞かせてましたけどね、多分半分は、うん、でもやっぱ悔しかったですよ、はい、俺も まあ山形さんにはかろうじてギリギリのレギュレーションとかも含めて有利にいけましたけど、今度じゃあ不利の立場になって湘南行って、うん、でまあ点が入る前のラストタッチが僕なんで、ボール、まあそこのこうなんだろう、まあ事故っぽい感じだったんですけど、まあその事故を引くのも結局俺なんで、うん、なんやかんや言ってるけど力不足というか、あ、なんだろうな、自分そこを引けない自分の能力というか甘さというか好きというか、まあそういうのをすごくこう感じたけど、でも一方でもう本当やりきったっていうシーズンでもあったので、なんかこう終わった感というか安堵も実は少しあったっていう、うん、ほっとしたじゃないけど、もう本当にやれること全部やってきたし、うん、まあスタッフとかチームメイトとぶつかったことも、本気でぶつかったこともあったし、全然順風満帆なシーズンじゃなかったし、むしろすごい難しいシーズンだった中で、まあそこから逃げずにやっとあそこにたどり着いたけど、結局あの最後俺のタッチで点が入ってドローで、うん、サポーターとかね、チームをクラブを上げられないっていう、あのラストタッチの悔しさは一生俺に残るだろうなっていう、いつそれを晴らすかっていう、うん、あのそういう意味でのメラメラはすごいしてるけどね、うん、切り替えられ、まあ切り替えられたけどね、そこからはあんま引きずらなかった俺は、もうだから本当やること全部やったと思ってたし、まあ OK ではないけど、うん、うん、悔しいね、今思い出してもめっちゃ悔しいねそうっすね、久々思い出しました掘り返しちゃった、はい、ユートのテーマだったり、ちょっとなんかシリアスな質問に答えてしまったもう今のこと俺も実は最近めちゃめちゃ考えてて、うん、まあその重要度で言ったら全然違うんですけど、練習試合あった時に、うん、自分で全然納得できないプレーだったんですよ、うん、でやっぱりでもプレー中手抜いたかって言われたらそうじゃなくて、うん、一緒やってて、やってた結果全然満足できなくて、その時にでも消化できない自分がいたんです、うんうん、時間でも、その時になんで消化できないのかなって思った時に、もう本当にプロセスがちょっと後悔してて、プロセスに対して、うんうん、なんかもっとできたじゃんとか、もっとやれることあったじゃん俺みたいなことがある時はすげえ消化できないんですよ俺、うん、だから、ケン君と山君の話聞いてると、やっぱりもう、このやるべきことをやってきたからこそ、そうやって割り切れたのかなっていうのをすごい聞いてて、やっぱりそうなんだなっていうふうに思いました。うん、まあ、余談ですけど、俺はあの、ケン君、まあ、ほんと湘南とやったじゃないですか、うん、プレーオフ、うん。あの試合、俺結構な、本当に涙出そうになってました。出せよ。出なかったの出なかったんかよ。いや、もうほぼ出てましたよ。我慢したの。何ほぼ出てたって。溜まってたけど、垂れなかった。いやー、
いや、本当こらえたんですよ。そこは大丈夫。ありがとう。事実と感情、感情のゾーン結構広めに取ってくれてありがとう。試合の時。感情的なんで僕は。というわけで、なんだかんだでもう時間になりますので、何かこう、どうですか、喋り残したことをお二方あれば、ゆうとから何かありますか。結構喋りました、僕は。大丈夫です。大丈夫ですか。まあまたオフレコでも話せたらいいなと思います。山ちゃんはどうでしょう。初めて参加していただきありがとうございます。いや、ありがとうございます。緊張しますね、やっぱり。そう。結構楽しんでそうだったけど。はい、いや、なんか楽しい、聞いてる方は楽しいんですけどね。なんか僕結構この、あれ、勉強したくて入ったというか、入らせていただいたので、なんか自分がこっちの側に回るとちょっと緊張しますけど。はい。まあでも山ちゃんの持ってるものを話すことで勉強になる人いるからね、絶対。まあ俺しかり、井筒しかり。それは間違いないです。勉強させていただきます。いや、俺もだから、それ。みんなだから。というわけで、本日は感情と事実というテーマにしてお話をしていきました。次回はまた、土曜日ですかね。20時から。予定してますので、ぜひお時間ある方は見ていただけたらと思います。それでは、鈴木選手、山田選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。